源氏物語には、はっきりと美人ではないと書かれている女性が三人あります。その中の一人が、うつせみです。源氏物語に登場する多くの女性たちのうちでも、とりわけ地味で、華やかさに欠けるのがこのうつせみなのですが、なぜか、光源氏の恋物語の一番目、まあ、義母、藤壺への死亡は別としてですが、一番目に登場するのがこの人なのです。源氏物語はご存知のように、桐壺の巻から始まり、この巻には、光源氏が生まれ、元服し、結婚するまでが書かれています。その次の、母霧の巻、光源氏17歳の頃ですが、その巻のほとんどを占めているのは、いわゆる、天夜の島定めで、宮中に、殿居する光源氏のところに集まった三人の若者が、それぞれの経験を実例として挙げながら、女性論を戦わせるという内容になっています。若者たちが集まって、いかにも知ったかぶりで、女性談義をするなんていうのは、今でもありそうですね。メンバーは、唐の中将、馬の神、唐式部将です。唐の中将が、中の品、つまり、中流階級の女、それも、もともとは高貴な身分ながら、今では没落して、親もなく、姿勢に埋没しているといったような女性に、思いのほかいい女がいるものだという持論を展開し、馬の神が、妻とするに良い女性というのは、要望、身分などにはよらず、性格の良い、誠実で落ち着いた女であることが大切だ、と締めくくっています。同年代や少し年上の友人たちの話を聞いて、光源氏は、これまで接触したことのない中の品の女性への興味を大いにかき立てられます。この時期彼の周りにいた女性は、妻、葵の上にしろ、憧れの人藤壺にしろ、また関係のあるらしい六条宮寸所にせよ、いずれも皇族の血を引くような非常に高貴な身分の方々ばかりです。ぬぐらの宿に住む、思いがけない美女。親が亡くなって、零落し、経済的に窮迫しているが、高貴な雰囲気を残す女性。この一夜は、彼のうちに、未だ関係を持ったことのない、そういった女性たちに接近したいという思いを募らせることになりました。この頃、光源氏は、元服して、葵の上という左大臣の娘を正妻としていますが、これは12歳で元服と同時に与えられた年上の妻です。端正で冷たい感じのする妻にはあまり親しめず、心は義理の母、藤壺への叶わぬ恋の思いに締められていたのが当時の彼です。まだ若紫とは出会っていません。この品定めの夜の翌日、源氏は久々に正妻葵の上のいる左大臣邸に退出しましたが、こちらが片ふたがりであることを女房に指摘され、片たがいに出かけることになります。億劫がる源氏に臣下が、中川にある日の神の家が槍水を排して涼しいと勧め、そこに泊まりに行くことになります。原文で読みましょう。日の神にて親しくつくを祀る人の中川渡りなる家なん、この頃水せき入れて涼しき影にはべる。と聞こゆ。いいと予感なり、悩ましきに、失ながら引き入れつべからんところを。とのたまう。日の神に仰せごとたまえば、受けたまわりながら退きて。
伊予の神のアソンの家に慎むことはべりて、女房なんまかり移れる頃にて、狭きところにはべれば、なめげなることやはべらん。と、下に嘆くを聞きたまいて。その、人近からんなん嬉しかるべき。女同期旅では物恐ろしき心地すべきよ。ただその貴重の後ろに。とのたまえば。下に、よろしきおましどころにも。とって、人走らせやる。この屋敷の場所、中川は、今で言えば、寺町の今出川下がったあたりかと思われます。紫式部の一家のあった、今の魯山寺あたりを想定しているのではないでしょうか。日の神は、狭い屋敷で、しかも、今は父の家の女たちが滞在中で、失礼なこともあるかもしれないからと辞退するのですが、源氏は、女が近くにいるのは嬉しい、と、迷惑がる木の神を無視して、お供を数人連れて出かけたのでした。木の神はやってきた一行をもてなすのに大わらわです。友人たちは泉を囲んでお酒を飲んでいます。少し原文を読みましょう。にわかに、と、わぶれど。人も聞き入れず、神殿の品菓子をもて払い明けさせて、仮初めの恩失礼したり、水の心映えなど、去る方におかしくしなしたり、田舎家立つ芝垣して、洗剤など心止めて植えたり、風涼しくて、そこはかとなき虫の声声聞こえ、ホタルしげく飛びまがいておかしきほどなり、人々、綿殿より入れたる泉に覗きいて酒飲む。主も、魚求むと小ゆるぎの急ぎありくほど。君は、のどやかに眺めたまいて。かの、中の品に取り入れていいし、この波ならんかし、とおぼしいず。そのよ、木の神といろいろ話すうちに、源氏は、その屋敷に、以前、噂に聞いたことのある、日の神の父の御妻、つまり、日の神の義理の母が滞在中であることを知ります。源氏は、これこそ中の品の女性、と興味を持ちます。その女性は、今でこそ、頭領の妻という身分ですが、父親の在政中には、キリツボ邸に受胎を予定されていたほどの女性なのです。まさに、当の中将の言う、いい女の条件にぴったり当てはまるではありませんか。源氏がこのチャンスを逃すはずはありません。源氏は床についてから、その女性の寝室の場所を伺い、なんとか接近しようとします。そのあたりから読みましょう。君は溶けても寝られたまわず、いたずら節とおぼされるに御目覚めて、この北の障子のあなたに人の気はいするを、こなたや、かくいう人の隠れたる方ならん、哀れや、と、見心とどめて、やおら起きて、立ち行きたまえば、ありつる子の声にて、むのけたまわる、いずくにおわしますぞ。枯れたる声のおかしきにて言えば、ここにぞふしたる、マロードは寝たまいぬるか、いかに近からんと思いつるを、されど、けどおかりけり。という、女君は、ただこの障子口筋書いたるほどにぞふしたるべき。眠れぬままに様子を伺う源氏の耳に、先ほど見かけた男の子の声が聞こえてきます。お目当ての女君の弟です。話しかけた弟に返事する声は、すぐ近くの襖の向こうから聞こえてくるではありませんか。閉めたとばかりに源氏は、皆が寝静まるのを待って襖の掛け金を外して隣の部屋に忍び込み、女君を探し当てて、
そのまま抱き上げて自分の部屋に運んだのでした。女君は動転して息も絶え絶えの様子です。何か怪しいものに襲われたかと思うのですが、源氏の君の漂わせている、いかにも高貴なお方らしい気配に飲まれて、人違いではございませんか?というのが精一杯でした。部屋に連れ込んでから、源氏は、あなたのことを以前からずっとお慕いもしていたのだ、と、いつものように嘘八百を並べ立て、甘い言葉をかけるのですが、女君は突然のことに驚きつつも、身分が低いからと侮られているのかと傷つきもし、源氏を許そうとはしません。情の怖い女だと思われても構わない。つれない態度を貫こうとするのでした。源氏もさすがに心苦しくは思うのですが、かといってこのままにするわけにはいきません。原文です。豆立ちてよろずのたまえど、いとたぐいなき恩ありさまの、いよいよ打ち解け聞こえんことわびしければ、すくよかに、心づきなしとは見えたてまつるとも、去る方の誘拐なきにてすぐしてんと思いて、連れなくのみもてなしたり、人柄のたおやぎたるに強き心を敷いて加えたれば、なよたけの心地して、さすがにおるべくもあらず、まことに心やましくて、あながちなる見心映えを、言う方なしと思いて泣くさまなど、意図哀れなり、心苦しくはあれど、みざらましかば口をしからまし、とおぼす。情のない女だと思われても構わないと拒み続ける。ここには身分の違いや自らの境遇を意識して心を閉ざす女君。これが、うつせみと呼ばれることになる女性なのですが、その姿が描かれています。相手が源氏と分かっても、最後まで心を開くことはなかったのでした。どんな女性も自分になびくと思っている源氏にとっては、衝撃的な、また尺に触る結果でした。それだけに連着してしまう、そんな対象として描かれています。せめて、今のような、頭領の5歳などになる前、父親の生きている時に巡り会いたかった。と、源氏に向かって訴え、抗議するのが精一杯のうつせみでした。別れ際に、女君の釣れない態度を恨んで涙を流す源氏の君の美しく優雅な姿に、うつせみは、あまりにも不似合いな自分の姿が恥ずかしく、さらに辛くなるのでした。最後までなびこうとしなかったうつせみに未練を残して帰った源氏は、何とかして彼女との関係を続けたいと思い、彼女と面差しの似る弟、この子は小君と呼ばれています。その子を呼び寄せて、身近に使うものとしました。そして、やってきた小君に、あれこれ姉君のことを尋ね、手紙を託したのでした。姉とはかなり年が離れているらしく、この子はまだ幼くて、姉の気持ちなど全くわかっていません。ただ、うっとりするほど素晴らしい源氏の君に召されることが嬉しくてならず、なお心に叶いたいと思っています。ところが、姉に源氏の君の手紙を届けると、そんな人はいないと言いなさい。もう源氏の君のところに行ってはいけません。叱られてしまいます。そう言われても、すっかり源氏の君の魅力の虜となっている小君は、姉の言うことなど聞く耳を持たないのでした。さあ、今日はここまでです。